はい、再開。今回は砦の北西の橋を渡った先、北の廃墟があるさらに先に行ってみようと思います。その前に、とりあえず砦に行きますね。はい、砦にやってきました。このリングメールを、ゆきちゃんに装備させてあげたいなぁと。2番手なんでね、先頭から2番目なんで結構敵に狙われるんで、防御力を上げておいた方がいいかなと。はい、じゃあこれ買います。はい、ついでにですね、ゆきちゃんにリングメールを買ったついでに、リンダにもリングメール装備させました。リングメールは、防御力15上がるんですけど、まあ、気休め程度なんですけどね。でも一撃で、ウィンドの悪意にやられたんで、まあ、ああいうことが少しでもなくなればなということで、買いました。北の橋を渡った先に、武器で有名な村がある。これがあるのかな。北西の橋を渡ったら。よし、じゃあ、出発しましょうか。まあ、敵はそんなに、フィールド上では強いのが出ないはず。ヒドラか。まあ、余裕っしょ。余裕っしょ。余裕だな。余裕すぎるな。何が出る？何があるんだ？お、箸が。なんだろう。ちょっとこっち行ってみたいな。プラントン、装備で。結構強いな。いけるかな。まあ、いけるでしょう。おお。なんか、なかなか苦しいぞ。やっぱ敵の数を減らすことを優先した方がいいな。このレベルの敵だと。なかなか強い。移動マサ。獅子はウサギを狩るのにも全力を尽くす。リンダのレベルは上がりました。まあ、全力尽くしてなかったですよね、今。ちょっと気抜いてましたね。こういう時は、毒消し層を使うべきなのか、ゆきちゃんの浄化の光を使うべきか。まあ、こっちでいいか。ちょうど今アイテムがいっぱいだったんですよね。アイテム買いすぎて。よし、行くぞ。ん？あれ？ここどこだ？あれ？ここどこだ？お？祠。おお、時の祠。あ、来た、くさびの祠か。時の鍵で扉を開いた。出ました。エンドオブタイム。最初の滅びは過ぎ去り、次の世界が構築されていった。しかし世界の構築はうまくいかず、度重なる失敗の末、人々は空より飛来したアーティファクトの力を頼り始めたのだ。アーティファクトの力を使い、人々は新たな世界に根付き始めていった。だが人々は、また一点の毒により、
存続の危機にさらされた。最初の装備は過ぎ去り、次の世界が構築されていった。ん？世界の構築はうまくいかず、度重なる失敗の末。これは作者さんのプログラム的な、プログラムじゃないな。ゲーム制作的なことがこれ。そういうことじゃないか。度重なる失敗がもしかしたらあったのかもしれない。そういうメタ要素はいいとして。柱が4つ。これが4つ目の祠ってことだな。四千合同。修道士のローブ。修道士のローブ。これ良さそうですね。攻撃力が上がる。位の高い修道士は身にまとうローブ。なんかマサが装備するのにぴったりのアイテムがよく出る気がするな。あ、そうでもないか。まあこれはマサだな。攻撃力アップはマサ。うん。マサの攻撃力めっちゃ上がってるやん。いつの間にやら。よし、じゃあこれはマサに装備させます。ブラックレザーがもう完全にいらない子になっちゃったかな。これはちょっと売るか。もうブラックレザーは用済みかな。うん。で、この下にはいつものようにワークゾーンがあると。オッケー。じゃあ、これからどうしようかな。こっから変えるのはめんどくさいんで、ワープしますね。はい、じゃあ一回休憩してセーブだな。まあ、まあ一回止めるか。一回止めます。